どうも、これです。というわけで今回もね、こちらのマックを食べていきたいんですけど、これいつもとなんか包みが違うでしょ。なんか桜の花びらがいっぱいついてますけど、今回食べていくのはね、マックの春のてりたまです。俺よう知らないんだけど、これ毎年出てるやつなんかな。去年もなんか出とったっぽいんだけど、俺まだてりたま食べたことねえよ。だからすげえ楽しみっていうのと、さらに俺今日焼き焼けなんよ。焼き焼けのこのお腹すきまくった状態で、この人生初のてりたまを食べまくったら、そりゃもう楽しかろうということで、早速並べて食べていきたいと思います。というわけでね、早速食べていきたいと思います。いただきます。まずポテトから。しなしなじゃ。今回シャカシャカポテトもあるんだっけ？今回は梅のり塩の方でした。これを振ればいいんだな。オッケー。蒸しにする。見た目はな、こんな感じでな、しそひじきみたいな匂いがする。食べてみよう。うん。うまっ、ほぼまんましそひじき、めっちゃ美味しい。じゃあまずは普通のてりたまからいただきます。これが410円、569キロカロリー。中はさ、キャベツ、卵、てりやきハンバーグが入っとんかな。めっちゃ美味しそう。じゃあ人生初てりたまいただきます。うまっ、めっちゃプルンプルンしてる。卵はそうだけど、ハンバーグまでなんかプルンプルンしねえ。めっちゃプンプンする。なんかさ、これ照り焼きの甘いタレと白いサミナルソースの相性がめちゃくちゃいいっすね。これ、いや、これにもスイートレモンソース入ってるんだ。汎用性高くね。なんやかんや入ってるよなあれって。仕事終わりとはいえ、こんなもん食べるなんて、なんか背徳感がすごいわ。だけどそれがまたいい。めちゃくちゃうめえ、これ。なんか今日のポテト冷めとるけどめっちゃ美味しいわ。なんでなんだろう。この梅のお菓子特有な甘酸っぱいのがええよな、めっちゃ。梅のお菓子も美味しいよな。だからこれだいぶ好きだわ。いや、こっちの。チーズてりたま440円、619キロカロリー。うまそう。今度のはさっきのてりたまのやつにチーズが入ってるんだ。じゃあいただきます。うん、まっ、やっぱハンバーガーにチーズは鉄板やんな。それ今日焼き焼けって言ってたじゃないですか。焼きの人に聞いてんだけどさ、焼き焼けめちゃくちゃ食欲おかしにならん。無限に食べれる気せん。食べても食べてもまだ足りないみたいな。なんでかなって思ったら寝不足が原因あるらしい。あと何やったっけ、コルチゾールかなんかが影響してるかなんかだったはず。抗ストレスホルモンやったっけ。何か分からんけど、満腹中枢が刺激されにくいから、寝不足の時ってすごい食欲がおかしくなるみたいな、そんなん聞いた気がする、昔。昔やね、ちょっと前、数ヶ月前。え、これ、てりたまってさ、ほんまに毎年出とった？俺初めて聞いたんだけど、今年。いや、もう今までさ、そういう、マックとかモスとかそういう何？ファストフード系に全然アンテナ張ってなかったのもあるんだけど、そんな毎年言っとったんじゃん。なんだ俺、三角チョコパイとかも YouTube 始めてから知ったもん。ほんまにそれまで一個も全然知らなくて、もうハンバーガー、エビフィレオ、チキンクリスプとかなんかそれの普通のやつしか知らんかったメニュー。サムライマックがよくわからんもん。レギュラーなんか、たまにしか出んやつなんかとかすらわからんし、マックフルーリーもあるんかねんかわからんし、普段から。もう何にも知らなかった。うまい。うまいんだけどさ、普通のてりたまとの違いが俺よくわからんかったんだけど、チーズの存在感ちょっと薄すぎた。いや、ポテトマジでうまいな、これ。この赤いのが梅のあれなんだろうけど。めちゃくちゃ美味しい。これニンニクの方だったらどうだったんだろう。もっと美味しかったのかな。
それ全然話変わるんだけど、僕今こうやってもうパンチをしに動画出していってるじゃないですか。ゆくゆくはなんか違ったような動画も出していきたいなって思ってるんで、まあ、もしね、たまになんか変なやつが出ても見ていただけたらと思います。ちょっと前に Vlog みたいなの上げとるし、初期の方はなんかダイエットだったり心霊系の動画も上げたりしてみとんだけど、今後もなんかね、なんか思いついたらやってみたいなと思ってるし、直近で言ったら歌ってみたを撮りたいなっていうか出したいなって思ったりするから、まあ歌ってみたもそのうち出すと思います。中学校の時に歌ってみたと出会って、で高校ぐらいからその歌い手さんに対してちょっと憧れがあったやん。もともと歌うの好きだから、なんかその出したいなって自分も歌ってみたを。さっきチャンネルさんがなんかそんな感じですよね。 Vlog 出されたり歌ってみたも出されてみたりとか、ああいう感じになるかな俺も必然的にな、出したい動画がそうなっていったら。もうちょっとやからもう食べてしまおう。これマジで美味しい、止まらん。うん、ポテト完食。じゃあ最後これやんな。瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま。そう、俺瀬戸内海に面した町に生まれ育ちなんですよ。まあ岡山県民としてこれは食べねばならぬということでね、お味がどんなものか見せていただこうと思いますよ。じゃあいただきます。うん、うまっ。でもレモンの風味で一気に爽やかになるわ。こんなちゃうんやなレモンって。うまいしか言えない語力なさすぎてもううまいしか言えないんだ俺。じゃあ瀬戸内海って日本のエーゲ海ってかなんか言うとって、実際になんか本物のエーゲ海と兄弟か姉妹かなんかのよろしくみたいな感じをやってるらしいんだが、エーゲ海って言ってんこれってぐらいめっちゃ汚いよ。このテリタマに入ってるパティがすごいプルプルで美味しいわ。なんかハムみたいなそんな感じの食感。ごちそうさまでした。テリタマってこんな美味しかったんじゃ。もっと早うに知りたかったけど、多分 YouTube しなかったら食べてなかっただろうか、どっちみち出会ってなかっただろうな。ほんまにどれも美味しくて、もっぺん買いたいなって普通に思った。で、まあ、順位つけるんやったら、普通のテリタマが1位かな。で、2番目に、瀬戸内レモンタルタル。で、3番目にチーズかな。一番の理由は、普通に無難に美味しかった。なんかシンプルイズベスト的な感じ。うん。完成されとる。バチーンって。だから1位。2位は普通にレモンの風味が良かった。プラスアルファされてたから良かった。で、3位のチーズは、チーズ感マジでなかったよ。チーズどこおるん？チーズどこ行った？って。ほんまにそんな感じ。普通のテリタマと変わらんなって正直思っちゃったから、まあ3位ですかねーってことで、こんなような順位となりました僕は。まあ食べた人によって変わると思うから、皆さんの順位もぜひ教えていただけたらと思います。まあそんな感じでね、今回この動画終わりたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。